次に竹本直和君。竹本君。はい、委員長、衆議院議員自由民主党の竹本直和でございます。当委員会で、質問させていただくのはもちろん初めてであります。福島大臣の明快な爽やかな答弁を期待しながらこれから質問させていただきます。まずですね、消費者庁といいますとその動き私直接は関係しておりませんが非常に関心を持って見ているんですけれども、先般3月23日と聞いておりますが、衆議院消費者問題特別委員会で大臣の答弁としてですね、大臣を本部長とする地方消費者行政対策本部を地方内に設置すると、で2つのワーキンググループを設けたと、こういう話が伝わってまいりました。その後の動き全然聞こえてこないんですけれども、その後どういうふうな組織づくりをされ、そして今現在でどういう活動をしているのかお答えをお願いしたいと思います。福島大臣。はい、これはワーキンググループを2つ作りまして、そこで今、精力的に議論をしております。で1つが基金のワーキンググループの設置についてでありまして、これはとりわけ、座長が地方協力室長として、やっておりますが、基金についての要望をたくさんいただいておりますので、そして基金をしっかり使っていくことが必要ですので、今の段階で、ヒアリング等を実施し、今ヒアリング等を実施して取りまとめをまとめようとしているところです。で2つ目の制度ワーキンググループについては、相談窓口の体制や相談員の処遇改善を図る際の制度的な課題の整理を行っております。これについても、今、同じようにヒアリング等を実施し、どういうふうにすれば可能なのか、取りまとめを行っている状況です。竹本君。そういうことで始めておられるということですけれども、現場という意味か地方で聞きますとですね、この消費者問題何をやるにもそうでしょうけどお金が必要なんですよね。しかも今年1年やって来年やらないというわけにはいかないから、恒久的な財源が必要だと、こういうことになってくるわけです。でその辺のですね、予算の手当をどうしておられるのか、ちょっと参考に言いますとね、例えば今回、与党が出された子ども手当ですね、自治体の人はすごく文句言ってるんですよ。お金をもらう人は嬉しいんです、それはいいんですけど、手続きの費用がですね、やっぱり人口12、3万の町で20億ぐらいかかるって言うんですよ。そうするとですね、何したか分かんないと、こういうような冬がいっぱい来ます。でこんなことにならないようにですね、この消費者問題については、例えば、恒久的な財源を措置されるのか、今年だけやるということにするのか、あるいは、少なくとも来年度予算編成の時期にはまだ間に合うわけですから、そこに予算要求されるのか、そういった点を教えてください。はい、福島大臣。はい、地方の相談員の皆さんたちの待遇改善は確かに本当に重要なことだと思っています。で有識者へのヒアリング、地方公共団体の人事担当者へのヒアリングなど精力的に行っていますし、行ってまいります。でこれについては一つは基金ということもありますが、ご存知基金は年限が限られております。この基金を十分に活用し、全部きちっと、ちゃんと有効に使うために消費者庁はまた一緒に検討してまいりますが、そのためのまた一緒にその自治体とどういうことが可能なのか、フォローアップも含めてやってまいります。そして現在このワーキンググループを動かしている状況ですので、来年度予算についてはそこで出た結論を最大限生かしつつ、相談員の皆さんの待遇の改善などに資するように努力をしてまいります。竹本君。じゃあ次の問題に移ります。先ほど遠藤委員が質問しておりましたライターの件ですけども、輸入品がほとんどだというふうに聞いております。だいたい6億ぐらいはこう出回っているということですけど、それについてはその、チャイルドレジスタンスという方法を取るように努力するということでありますが、私ですね、これは子どもたちに対する安全、セーフティーネットワークの一つでしょうけど、我々大人にとりましてもですね、非常に心配なのは、実は飲酒運転の取り締まりが非常に厳しくなりました。そして意図せず朝早く車を運転したところ、実は酒気帯び運転になっていたと、それで大変なことになったと、
こういう話がちょくちょくあります。でこんなものを、ね、防ぐにはですね、やっぱり、運転席に立った時にですね、自分がめあのアルコール分が残っているかどうかを検知するような、ね、組織あの装置をですね、常に備えておく必要があるんじゃないかなという感じがしております。今日は警察庁をお呼びしてませんけども、実は我々自民党でですね、交通安全議員連盟というのをずっと十数年やってまして、まあ、今は加藤浩司さんが会長なんです。私はやってるんですが、始めました頃ね、1万人以上の死者が毎年出たんです。ところがその後、まあ、あのいわゆる各種の法整備をし、非常に取り締まりを厳しくしましたら、なんともうその死者がですね、年間5000人以下になりました。そうするとですね、毎年5000人の命を救っていることになります。これは毎年ですね、阪神・淡路大震災を一つなくしているぐらいの大きいことなんです。ですから、同じ意味でですね、これ酒気帯び運転を防止するために、こういうことをですね、きちっと装置としてはめ込めば、必ずですね、いい効果が出てくると思うんです。で、運転者もある意味では消費者ですから、そういう意味で大臣にもあのお聞きしたいんですけども、そういった方面のですね、努力をしてあげる必要があるのではないかなというふうに思いますが、まず松下副大臣の方からちょっとこの点についてお答えをお願いしたいと思います。松下副大臣。部長、あのライターを子供がいじってですね、そして車の中なんかで火事になって焼けてしまうということは、これ絶対避けなきゃいかんと思っています。もうご心配の通りですけども、アメリカではもうすでに1994年にこういう規制をしている。それから EU でももう2007年から規制を始めているということですから、その面からいくと日本も早急にこの問題をしっかりと答えを出していかなきゃいかんのだとこう思っておりまして、今あの12月からですけれども、消費者経済審議会で諮問して、5月中には結論をいただいて、その後政令改正パブリックコメントという手続きに入っていくことが大事だとこう思って早期に取り組んでおりますので、ぜひ応援いただきたいとそう思っています。ライターもあの非常に押しにくくなってまして、外強い力を出さないとつかない。前にグッと押して、強い力で押してしないとできない、いろんなやり方がございまして、これは子供には使えない、日遊びできない形になってますから、その辺検討していきたいとそう思っています。委員長、あの今のご答弁ですけど、じゃあその今すでに出回ってるその簡単に火のつくライターはどうされるんですか。6億個もある。松下経済産業副大臣。委員長、あの早急に回収するなりですね、業界の人たちとの話し合いを進めていきたいとそう思っています。竹本君。福島大臣、あの先ほど言いましたそのマンドっていうんですけどね、この酒気帯び運転をチェックするあのシステムがあるんですが、こういったことをしてですね、酒気帯び運転を少なくするという考え方について、まあ、消費者庁の責任者として、のお考えをちょっと聞きたいと思います、はい、福島大臣、はい、あの科学技術が進歩していて、私は何か記事で見たのは、あの居眠り運転というか、何かをすると車が止まるとかですね、だから今おっしゃったあの呼気によって車が動かないなんていうこともあり得るのかもしれませんが、それはちょっと私自身もあんまりあの科学者ではないので、でもいろんな立場で、もうそうなったら車動かないよみたいなこともですね、技術的にもし可能であればあのそういうことも考えうるのではないかと思っています。でライターの件で言っていただいたんですが、火事の原因はライターだけではありません。しかしやはりあの子どもの火遊びによる火災事故があることをなんとかあの防止しようということで、本日消費者庁のもとに消費者安全情報総括官会議を本日開催し、関係、省庁間の連携強化を図ります。ですから経済産業省からも審議会の報告をしていただけますし、文科省や厚生労働省などにも、例えば保育所や小学校やさまざまな場面で子どもたちとそれから親御さんに対して啓発あるいは PR をしてもらうなど、何が例えば事業者に対してできるか、どういう啓発広報ができるか、今出回っているライターについてどうしたらいいかなど、関係省庁と連携しながらしっかりこのことに消費者庁がまさに司令塔となって頑張ってやってまいります。竹本君。
数日前の報道で中国製の例の毒餃子事件、あれの犯人が捕まったというニュースが流れました。2007年12月の下旬以降にですね、コープなどで販売された中国製冷凍餃子を食べた消費者が中毒症状を訴えて、2008年1月30日、当該冷凍餃子から、農薬成分メタミドホスが検出されました。で、当初中国政府は国内での混入を否定しておりましたけれども、先日今申し上げましたように、混入容疑で被疑者が逮捕された。非常にですね、今頃なんだと、2年半も経ってなんだという感じなんですね。でしかも、このメタミドホスがですね、下水に、あの工場の下水に捨てられておった。で2年半もね、下水の中にいてね、捨てたところにずっとそれがあるとはちょっと普通は思えないですよね。しかもどん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 溶け出すでしょう。メタミドホスというのは非常に水溶性が高いと言われております。ですからそれをもって犯人だと言われても、ちょっとなかなかですね、あ、そうだったのかと、一人で全部やったのかと、こういう疑問もあります。どうも中国政府のやり方じゃないかなと、一つの、まあ本人は犯人か犯人ないか分からないけども、何がしかの、まあ皆が沈静化した後で、犯人を出して、それで東京としてはきちっと対応したと、こんなことを言ってるんだと思います。で、この問題についてのですね、現政府の対応が非常に生ぬるい。もっと言いますと、中国製のですね、中国製じゃありません。この間、日本人がですね、死刑囚が4人処刑されました。一言も言わないね、波田さん。これはね、死刑囚だって一応日本人じゃないですか。で、犯罪を犯して死刑するなら仕方ないんだけれども、どういう罪状を犯したのか示せと、これは日本人なんだというぐらいのことを言ってもらわないと、言ってもらわないとですね、なんかその日本国民の生命財産について、最高責任者が責任を持っていない、あるいはもし自分の息子だったらどうするんだと、こういうふうに私は思うわけであります。他方、この間そのタイでですね、日本人のカメラマンが殺された、これに対しては厳しいことを言っております。この間先々月ですけども、私ダボス会議出席いたしまして、経産大臣も出席しておった席で、私は今のタイの首相に名指しでですね、何か質問ないかというから、パネルディスカッションで私は彼に質問しました。あなたはこういう来ていろいろいいこと言ってるけども、それより先に日本があれだけの何兆円もの金をつぎ込んだタイ、しかも国民感情としても非常に日本と近い関係にあるタイの責任者として、ここで議論するよりも自分とこの治安をまず良くしなきゃダメだと、そうでないと議論すべてがクーリクールになってしまうじゃないかと言ったらですね、彼はびっくりしておりました。そんなね、日本の政治家からそんな質問を受けるとは思ってなかったんですね。そしてなんかガタガタ言ってましたけども、案の定3ヶ月後に今回のですね、今回のような状況であります。ですからやはり政府としてやるべきことはきちっと言うべきことはきちっと言わないとやっぱりいけないんじゃないかと、弱いところには物言って強いところには言ってないようにさえ思うんです。したがってこの冷凍餃子事件についてもですね、もっと強い態度で、本当にこれ一人なのかどうなのかと、そしてなぜ今頃までかかったのかと、そしてまた私が申し上げたように2年半もですね、同じところにその農薬の瓶がですね、存在しているというのはバカみたいな話、本当にね、信じられない。それに対して一言も言わない、この姿勢に対して大臣はどのように見ておられるか、その意見を聞きたいと思います。福島大臣。中国産餃子のことに関して、これは警視庁、警察からも外務省からも繰り返し説明を受けましたが、何度も何度もこの間、数年間、中国に側に対して繰り返し、言ってきたというふうに聞いております。まあ、私自身もアメリカ中国から要人来られたりするたびに、このことをちゃんときちっとやってほしいということを申し上げてた次第です。で、今現に捜査が進行中ですので、日本の警察が中国に派遣をされ、そこで、当たっているというふうに私は説明を受けておりますので、その結果をきちっと公安委員長から説明をまた改めてしていただこうというふうに思っています。また日本の警察と外務省も何か今後あればいつでも説明をしますのでというふうに言われておりますので、とにかく捜査の進展、あるいは捜査に日本の警察もその現場に行っているわけですから、それについての説明をしっかり聞きたいというふうに思っております。これは、消費者基本計画の中にも外国の輸入品のものをどうするかということの検疫の強化も含めて入れておりますが、きちっと日本の人たちの、ここにいる人たちの命と健康を守るために消費者庁としてしっかりやってまいります。
竹山君。同種のことが日本国内でまた起こると大変でありますので、ぜひしっかりと対応策を練っていただきたいと思います。話題を変えます。闇金の話です。闇金被害が多発いたしております。いろいろな融資形態がありまして、皆さんご存知だと思いますが、090金融、要するに電話でですね、携帯で金が借りられることらしいです。私これは知らなかったんですが、あるいは小口金融、それから押し貸し、システム金融、リース金融、チケット金融、まあ、いろいろなですね、手口が増えてきているわけです。で、まあ、聞きますとですね、利息が10日で1割、あるいは3割、そういう世界でありまして、年利直すと 7000% を超えるケースもある。まあ、そういうことでですね、出資法の制限金利を大きく超える違法営業、連絡や支払いが遅れた場合の違反金と称して数十万円取ると、こんなケースもあるようであります。要はこの6月からいよいよ改正 の, この法律が実施されるわけであります。所得制限かけております。でそこでですね、今まではずっとこのサラ金で借り、サラ金というかお金を消費者金で借り取った、ところが借りられなくなった。 29.2% の金利が 20% になった。したがってその分については業者はもう貸せないわけですから、より、優遇された金利という安い金利でしか、銀行あるいは消費者金融は融資しない。そうすると当然のことながら条件が厳しくなって、今まで借りてた人が行くところはないんですよね。でこのあぶれた人たちをどうするかと、これ大変な私は社会問題だというふうに思うんです。でもともと博打とかあるいはギャンブルにですね、金を使って不自然な生活をしている人を救う必要はないといえばないんですけれども、結局ですね、闇金に走ってしまう。でこれを現実としてやっぱり受け止めなきゃいけない。したがって、この消費者金融のですね、所得制限を課すということは、営業側にとっては大変厳しいですし、同時にそれを使っている人たちにとってはもう行き場がなくなると、こういう現実であります。でしたがって私は非常に、危惧しますのは、いろいろないわゆる闇金に走って、殺人とかそういったことに巻き込まれてしまう、あるいは本人自身が殺されてしまう、こういうことが多々あり得るんじゃないかと。でこの辺についてですね、まあ、消費者行政という意味において、まあ、福島大臣のお考え聞きたいんですけども、建前はいいんですが、建前はいいです。しかしそれによってそこには乗ってこない人たち、まだ行きしてるんですよね。これをですね、どのようにして安全な方へ誘導していくかということもまた考えないといけないのではないか、このように思いますが、いかがでしょうか。はい、島大臣。はい、委員ご指摘のとおり、改正貸金業法が改正をされ、これが施行されることは私は大きな成果だと思っております。最高裁の判決なども出て、その立場をしっかり踏まえて改正貸金業法が施行になると。ただ今委員ご指摘のとおり、じゃあそれで起きてくる問題をどうやって私たちが防ぐかということも、もちろん消費者庁としても極めて大事な問題だと考えています。改正貸金業法の完全施行に向けては、金融庁で消費者庁の大島副大臣、大臣政務官等から構成される貸金業制度に関するプロジェクトチームにおいて、法の円滑な施行を図るため、借り手の目線に立った10の方策を推進することを打ち出しております。この中に闇金融対策の強化として、警察と関係機関との情報の共有化を図り、迅速な警告、取り締まりにつなげること、最近の闇金融の手口等について消費者への適切な注意喚起を行うこと、法の完全施行の前後半年間をめどに闇金融取締り強化機関を設定すること等を盛り込んでおります。これらの取り組みを通じて闇金融被害が拡大することのないよう、闇金融対策の一層の強化を図ってまいります。竹本君。まあ、その答弁でいいというか分かるんですけども、要はですね、まあ、これ貸金業法を議論したときに大変議論になったんですけども、外国ではあまり制限利息ってないんですよね。で日本は 29.2% しておった。そしてグレーゾーンがあったから、結局はっきりさせるために 20% にしました。そうするとですね、その過払い金を取るために、取り返すためにですね、間に弁護士司法書士が入っている。この弁護士が大儲けをしている。そして結局
その借りた消費者にはあまりお金が返ってこないと、こういう、まあ、苦情のようなものをよく聞きます。で、結局広告いっぱい出してますよね、弁護士さんとか、司法書士なんかが。で、彼らの金儲けの単位になってしまったんじゃないか、規制を厳しくすることがですね、特定の業種の金儲けの単位になってしまって、まあ、そういう側面もですね、まあ、あることはですね、私は否定できないというふうに、まあ、思っているわけであります。まあ、そこで、まあ、その、なんて言いますか、こういった仕組み、厳しい仕組みになると金が全く返られない、生活ができない、こういった人たちをどのようなところに持っていくのか、どう救うのかということも政治としてやっぱり考えないと仕方ないというふうに思いますが、その辺について、どのようなお考えでおられるかちょっと聞きたいと思います。福島大臣お願いします。あ、そちらですか。どうぞ。泉政務官。先日もですね、貸金業協会だったと思いますけど、確かアンケート調査で、借り手の側もまだその制度改正の認識がないという方々が結構多いということがございました。で、協会の方も広報啓発を行うというふうにしておりますが、ちょうどこの貸金業のチームの中には、政府広報を担当している田村政務官もございますので、政府の方としてもですね、さまざま業界ですとか、先ほど先生ご指摘になられた司法書士や、あるいは弁護士会と連携をしながら、やはり広報をしっかりとしていくということが大事かろうというふうに考えております。竹本君。ちょっと、まあ、候補だけでは済まないと私は思うんですけども、要するにそこに入ってこない人たちをどうするかということなので、ぜひ、まあ、お若いだと思いますが、ぜひ先ほどのワーキングチームで大島副大臣中心に、ぜひその辺も手を伸ばして検討いただきたいと思います。商品先物の話に移りたいと思います。商品取引法第214条第9号、これは平成23年度の施行なんですけれども、ここでは不詳性勧誘の禁止ということが設けられております。商品取引契約の締結の勧誘を要請していない顧客に対して訪問をし、または電話をかけて商品取引契約の締結を勧誘することを禁止しているわけであります。で、もちろん消費者保護の観点から見ればですね、消費者が危険に陥る危険性があるものをすべて規制対象にするということになると思います。しかしながら多くの規制がですね、がんじがらめになってしまっているために、商品先物市場は急速に縮小いたしまして、従来、10年前ですと、世界第3位の取引高を持っておりました、それが今、世界第10位ということで、約200兆円、まあ、証券取引の数百兆円のあれからいくと少し小さいんですけども、200兆円ぐらいあったのが、今、半分の100兆円を切ってるんですね。で、これもですね、業界に聞きますと、まあ、全くですね、この不詳性勧誘の禁止というのがものすごく効いているということであります。そしてまた、1回誘ったら2回は誘えない。そうすると、金融取引ですから、一旦誘ってね、50万、100万、200万という取引をね、はい、わかった、じゃあ、私それ買いますと、そんなに簡単にいかないというわけですよ。しかも、1回誘ってノーと言われたら、もう今度は誘えない。で、まあ、法律の仕組みはこうなってるんですけども、あまりに厳しすぎて、結局、こういったある種の日本のですね、産業社会、あるいは資本市場における投資の機会をですね、自ら占めていってしまっている、そういったことがですね、外国から日本に対する対内直接投資がどんどん減っている原因の一つでもあるんだろうと、私は思うんです。で、このことについてですね、いくつかお聞きしたいと思うんですけれども、今のままですね、これだけ厳しいことをやっておりますと、まあ、先物取引業界もそうでありますが、他の業界も相当影響を受けると思うんですよ。消費者を守るということは大事なんだけども、同時に、物及びサービスをですね、提供する側と受け取る側、受け取る側も大事だけども、提供する側のビジネスもですね、ある程度成り立つようにしていかないと、日本の経済社会は成り立たないんじゃないかな。このように私は思うんですけれども、松下副大臣、いかがでしょうか。松下経済産業副大臣。確かに、商品取引所における取引量は、ピーク時から比べて4分の1ほどに減っているのは事実でございまして、その原因をいろいろご指摘もありまして調べているんですけれども、一つはこの取引商品の品揃え、外国に比べて金とか石油とか、まあ、そういうものに限られている。それから使い勝手がどうも不十分であると。コンピューター取引、それから大量に24時間
世界中の取引でやっていくということになりますと、取引所の魅力等がやっぱり欠けているんじゃないかということも言われておりますし、この商品取引業者の信頼性が欠如している。これによって商品取引そのものに対して投資家がこう不安を持っているということもあるというふうに言われておりまして、昨年の通常国会で商品取引情報を改正させていただきましたけれども、この使い勝手や利便性の向上を図るという観点から、商品取引所と金融商品取引所、東証等でございますけれども、相互乗り入れを可能としておりますし、活性化させたいと思っております。またおっしゃる通りに、その信頼性を回復しなきゃいかんということで、この強引な勧誘があります。私も何回も受けてますけれども、不愉快極まりない。そういうものをですね、要請なく、お客さんから何の要請なのに一方的に勧誘してくるというものをやっぱりその禁止しなきゃいかんなということを入れたことも事実でございまして、様子を見なきゃいかんとは思っておりますが、我々の法改正の目的はしっかりと正しい方向に進んでいると、そういうふうに考えております。竹本君、ありがとうございました。要は結局提供する側にですね、問題がなかったわけではありません。今ご指摘あったように、相当強引なですね、勧誘があったようであります。そもそも考えますと、戦後昭和30年前後からですとね、株式市場もですね、株屋っていうことは流行ってましたよね。品がなかったわけです、はっきり言うと。それがですね、今じゃ株式市場で、例えば野村の社長だと、もう全くエスタブリッシュメントですかね。で、そのようにですね、変わってきたんですよ。それはみんなが努力して、自らの努力もあるし、また社会もそれを必要としたから、投資市場を作ろうということでやってきたわけですね。この商品先物取引っていうのは、それにはだいぶ遅れている。そしていろんな問題を抱えている。しかし、それをなくしてしまうということはですね、日本が先進的な資本市場の国としてですね、非常に大きく成長できないことになるんです。ですから、この先物業界を監督しておられるですね、経済産業省、農林水産省、ぜひですね、まっとうなんですね、より信頼のある市場に再構築するためにね、絶大な努力を払っていただきたいんです。で、最近、外交における日本のプレゼンスが非常に低くなっておりまして、とにかく日本の姿が全く見えない、この間サミット行った時も初山総理は後ろの方の一番端っこの方に、立たされてしまっている。で、このように日本を無視しても世の中うまくいくんだと、世界はうまくいくんだというような感じになりかねないんですよね。だからもっと魅力のある国に日本をしておかないとですね、あらゆる面にそういうことが出てくるんです。ですからぜひですね、関東官庁の責任者としてこの業界をもっともっと信頼を高めですね、消費者とのトラブルを少なくして、そして大きく成長するようにですね、持っていってもらう必要があるのではないかと思っております。時間そろそろ来ましたので、これ最後にしますが、特定商取引に関する法律でですね、この訪問販売の消費者トラブルがですね、いろいろ問題を起こしておりますが、これも同じ問題がございまして、訪問販売がですね、ほとんどその2階の勧誘ができない、そして先ほどの不詳性勧誘は未満でもないと、こういう状況であります。で、これもですね、ものを今の消費がどんどん落ちていると言われますよね。 GDP に占めるアメリカは7割が消費だけど、日本は6割で、その6割でさえだんだん下がってきてるんですよね。で、そういった形態の一つにですね、訪問販売法の取り締まりがあまりにきつすぎるんじゃないかという印象を持っておりますが、どのように考えておられますか。お願いします。福島大臣。はい。訪問販売による被害の中には、消費者が断っているにもかかわらず事業者が必要強引な勧誘を継続することにより意図しない契約を締結させられるといった事例が数多くありました。そこで昨年12月に施行した改正特定商取引法において再勧誘禁止を新たに措置し、契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対して当該契約の締結につき勧誘してはならないとしたところです。で、この再勧誘禁止についてはガイドラインを作成し、法解釈の明確化を図り、
また制度の周知徹底を図るなどをやってきました。で、大事なことは先生も委員もご指摘の通り、ウィンウィンゲームをすることであって、悪質な事業者を排除し、健全な取引が行われることが消費者と事業者の双方にとってメリットがあると確信をしています。消費者保護を図り、消費者と事業者が安心して取引を行えるよう、今後とも法改正の下で悪質な事業者に対して厳正な対応を行ってまいります。委員長、まあ、訪問販売という言葉で僕ら思い出すのは、昔で言えば富山の薬売りみたいなもので、一軒一軒知らないところで回って行って、そして薬を置いてきます。1年後にまた来て置いてきます。で、この中には薬を提供する側とそれを受ける側との間に一つの人間関係ができるんですよね。信頼関係がある。今年そろそろ来るんじゃないかと、田舎の方まで来るんじゃないかと、こういう感じであります。そういうですね、コミュニケーションがあって初めてウィンウィンの関係なんですよね。で、今回いろいろ問題確かに起こっています。しかし一つのですね、悪質な事件でもって全部厳しくしてしまうと、全部心臓まで止まってしまう可能性がありますので、その辺はですね、よく見分けながら仕分けながらですね、対応をぜひしていただきたい。経済活動が活発になって、信頼のもとに消費が行われることがやっぱり大事だというふうに私は常に思っております。両方のウィンウィンの関係を築きながら、消費者行政に万全を期していただくようご期待申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。次に、古谷典子君。古谷君。公明党の古谷典子でございます。先週も質問いたしましたが、はじめにライターによる子どもの火遊びによる事故火災についてお伺いをしてまいります。4月に入りましてから、北海道の麻布町と宮城県の柴田町で、幼い子どもを乗せた車の火災が相次いで発生をいたしました。出火原因は車内に残された、電子式ライターとの見方が有力でございます。まあ、さらに続いて川崎市中原区、そして川崎区 のマンションにおきまして、幼児ら親子が死亡した2件の火災現場から発見されて、いずれもレバーを押し込むだけで点火する、使い捨て のライターでありました。またこれは4月14日付の朝日新聞でございますけれども、子どもだけではなく、大人にもさまざまな事故があったということであります。これは少し前、2004年ですけれども、タバコに火をつけ、ライトを胸のポケットにしまったところ、残り火がでシャツが燃えてしまったということですとか、あるいは2007年ですが、乗用車のシートの位置をずらした際、下に落ちていた電子式ライターの点火レバーが押されてしまって、で走行中に車が火災を発生したと、あるいはトラックのダッシュボードで、まあ、突然爆発が起きて20代の男性が、まあ耳に、聴覚障害を起こした等々ですね、まあ予測していないような火災事故が大人にとっても発生をしているということであります。でこのライターによる事故、2004年の4月から、今年の3月まで164件、発生をしておりまして、大人もこの6年間に1人が死亡しております。11人が負傷負っていたということが、経産省紹介のナイトの調べで、分かっております。で経産省におきましては、昨年12月からライターの安全規制のあり方を検討しているということ、先ほどのご答弁にもございました。政府が安全対策に、まあ、手をこまねいている、まさに、まあ、着手はされているんでしょうが、まあ、結論を待っている間に、ライターによる火遊びで火災が発生をして、まあ、幼い命が失われてしまったということであります。幼い命が犠牲になる火災が相次いで起こっている状況を考えますと、このライター規制は待ったなしであると思います。経済産業省、ぜひとも迅速かつ、
的確な結論を出していただきたいと思っております。先ほど竹本委員 の質問にもございましたけれども、私からももう一度副大臣にこの点、確認をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。松下経済産業副大臣。まず大人が使用する器具によってですね、それが誤った管理のもとでですね、子どもがやっぱり犠牲になるっていうのは絶対避けなきゃいかんと思ってまして、これはやはり大人の責任もあるし、それを使用するその管理の問題がまず第一だと思っておりまして、子どもが使うようなところに、遊ぶようなまるなところにライターを投げ散らかしておくということ自体がまず大問題だと、そこからしっかりと認識と自覚を持ってやってもらわなきゃいかんということが出発点だと考えています。その上で今の先ほどの先生方にもお答えいたしましたけれども、経済産業としてもやはり現実問題として、子どもが万が一遊び、そして火遊びしたいという時にですね、決して動かないような形に強い力で加えなければ動かないというようなものをですね、やはりどっかでしなきゃいかんじゃないかなと思ってまして、今審議会で検討しておりますし、その結果を5月までにまとめていただいて、その後政令改正なりしっかりとした対応を取っていきたいと、そう考えています。古谷君。5月中に結論ということでございますが、5月といっても幅があるわけでして、ぜひ5月の早い段階で結論を出していただきたいと思っております。また今副大臣ご指摘のように、第一義的には大人の管理の責任も確かにあると思います。しかし子どもというのは予想外の行動を起こします。例えば棚の手の届かないところにしまっておいたとしても、椅子を使って棚の上のものを取って、それをいたずらをするというようなことも実際にはあるわけですね。ですので、そういうことも子どもの習性を考えた上での、安全基準というものが必要だと思っております。ぜひ検察庁においても結論を急ぎ、的確な対処をお願いしたいというふうに思っております。大臣ご多忙と思いますので、質問以上でございますので、ご在籍いただいても結構でございます。ありがとうございました。次に福島大臣にこの件についてもお伺いしたいと思います。このいつでもどこでも使用できるこの電子、ライターというのは非常に使いやすくてですね、100円でもう4個近くも来るというところもありまして、非常に安価なものであります。またライトがつくという意匠性の高いものもありまして、いつでもどこでも置かれて使用されるということが、火災につながる大きな原因であります。子どもの火遊び、また誤ってスイッチが入るなどの火災は、電子ライターの持つ容易な着火性、どこにでもあるということに、尽きると思っております。海外に比べまして日本の対応があまりにも遅いということを先週も申し上げました。日本での独自の判断基準を作るには、時間がかかるということであれば、すでにライターの安全基準や CR チャイルドレジスタンス、子どもが簡単に火にはつけられないようにする方法の、法制化をしている欧米の基準を導入して、速やかに欧米並み の安全基準を義務付けるべきだと考えております。この使い捨てライターを消費生活用品、用製品安全法の特定製品に指定をして、安全基準を達成していない製品の販売や輸入を禁止すべきではないかと思います。前回福島大臣に大変詳しいご答弁いただきました。消費者庁でもすでに家庭などに蔓延している、8万個といわれるライター、子どもの手の届くところに置かないなど、家庭で注意喚起を啓発広報されているということでありますけれども、ライター規制をめぐってまだまだ存在感が希薄という指摘も一方であります。そこで消費者行政の司令塔である消費者庁、この被害の拡大防止にもっと積極的に対応していただきたい、このように思いますが、いかがでしょうか。副長大臣。はい、ありがとうございます。先月末に調査を取りまとめて注意喚起を行いました。で、経済産業省とは連携を取っておりまして、今後各省庁で手を合わせてやろうということで、今までも話をしてきましたが、本日消費者庁に消費者安全情報総括官会議を開催して、関係省庁間の連携強化を図ります。ですから委員ご指摘のとおり、
火事はライターだけで起きるのではもちろんないんですが、ライターについてチャイルドレジスタンスも含めてどうしていくかという問題、それから今たくさんあるライターをから火事が起きないように私たちは何ができるかという、その両方のことから各関係省庁と連携をして、さらなる注意喚起と取り組みを各省庁にお願いをしたいというふうに考えております。これによってライターの火遊びによる火災事故がとにかくなくなるように対応してまいります。委員長、古谷君、今日消費者庁で会議を開催されるということでございますが、ぜひ幼い命を守るためにこの対策に全力を挙げていただきたい、このように思いますので、よろしくお願いいたします。次の質問に移ります。4月8日の政府の行政刷新会議で、事業仕分け第2弾、対象候補として、国民生活センターの名前が挙がっております。私は非常に正直言って驚きました。消費者被害、トラブルや苦情への対応や相談、また商品の分析、情報発信など、真っ先に思い浮かびますのがこの国民生活センターであります。この私たち国民にとって非常に馴染みの深い国民生活センターが事業仕分けの対象になったこと、これについての大臣のご認識をお伺いいたします。委員長。はい、副省大臣。はい、古谷委員、そう言っていただいて本当にありがとうございます。私も自分が所管だからということでは全くなく、国民生活センターは国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国の中核的実施機関として消費者行政を積極的に推進するための重要な役割を果たしていると認識をしています。例えば国民生活センターの商品テストは独立した立場から消費者目線で実施しており、民間で実施すべきものとは考えていません。国民生活、今こそ消費者行政を強化していくのだというときにですね、やはり国民生活センターの重要性は大変あると思っております。事業仕分けにあたっては国民生活センターの意義、役割の重要性を理解していただき、国民生活センターにおいて改革すべきところはしっかりと改革をしてまいります。古谷君。この日本の経済財政状況を考えた場合、確かに簡素で効率的な、政府を実現していく、これは非常に重要なことであります。しかしこの事業仕分けの考え方、これにつきまして、その基準、あるいは手続きの透明性、またする側の人選基準、こうしたものに私は疑問を持っております。仕分けの第一弾、かなり報道でも大きく、出ましたけれども、財務省の資料で説明したとも言われておりますし、仕分け人が、スパコンの仕分けの際、なぜ、一番でなくてはいけないのかと、こういう発言も飛び出しまして、こうした事業仕分けの、基本的な考え方、これも考え直していく必要があるとは思っております。近年、情報化、グローバル化、少子高齢化など、急速な進展によって消費者の取引や商品サービスの安全性など、国民生活をめぐる問題も多様化、複雑化を、しております。深刻な消費者被害によって、国民生活が脅かされている、中で、消費者が安全で安心な生活を営む上で信頼性の高い情報はますます、重要となってまいります。その信頼性の高い情報を持っている国民生活センター、この全国の消費生活センターの中核的な機関として、今後ますます役割を発揮されることが期待をされております。財政的にも人員機能もさらに充実することはあってもですね、これをもう削減するということはあってはならないことだと思っております。悪徳商法の根絶に向けた制度の整備など、消費者保護のための行政機能の強化が必要でありまして、今後より一層の消費者重視の施策の実施がまさに今期待をされているその時であります。報道によりますと、消費者との事業重複が指摘されるともありましたが、これは歴史と実績のある国民生活センターを残し、逆に消費者庁の事業を削減するということにもなりかねないと思います。こうした中で、国民生活センターが他の独立行政法人と一律にですね、同レベルで
事業仕分けの対象とされる、消費者支援策の充実を全く、考えていないのではないか、雇用関係も私は実は同じように考えております。雇用が大変厳しい中で、能力開発とこれも同じ基準で考えてしまうのはいかがなものかと思っております。国民生活センターについては、消費者基本法に定められている役割、消費者に対する啓発及び教育等における中核的な組織を、積極的に果たすためにも、むしろ機能強化こそ図るべきだと考えておりますが、大臣、ここについてもう一回お伺いしたいと思います。福島大臣。私も機能強化をすべきだと考えております。また改革すべきところはきちっと改革をして機能強化をし、消費者行政のために頑張ってまいります。ありがとうございます。福谷君。先日大臣、視察に行かれました、ね、その後インタビューでこのように答えていらっしゃいます、商品テストの重要性が増していると、国民生活センターのテスト体制については強化を図る必要がある。また今後は消費者庁との連携も重要と考える、国民生活センターには行政権限がない、国民生活センターは商品テストをして、結果発表し予防を出しているが、その後企業はテスト結果を踏まえてきちんと安全策などの対応しているのかというのはフォローアップを消費者庁、消費者行政でできないかと考えているというふうにコメントをされているんですが、まさにこれを実施していくためには事業仕分けでここの予算あるいは人員を削減するというようなことがあってはこれは推進できないというふうに思いますので、ぜひ体を張ってですね、このところは頑張っていただきたいと思います。次に、食品表示に関する制度について、お伺いしてまいります。消費をめぐる事件がここ数年、相次いで起きております。食に関する安心感が揺らいでいるわけです。信頼を取り戻そうと、食品表示の改善に向けた取り組みも進められているかと思います。これまで食品表示に関しまして、農水省では、ジャス法、厚労省では食品衛生法と健康増進法、それぞれ分かれていたわけであります。食品表示については、消費者庁が担当することになっているわけですが、具体的にどのように変わったのか、食品表示に関する制度についてまずご説明をいただきたいと思います。はい、福島大臣。はい、消費者庁の創設に伴い食品表示に関しては、これまで厚生労働省、農水省がそれぞれ所管していたジャス法、食品衛生法および健康増進法に基づく表示規制を消費者庁が一元的に所管することになりました。これにより消費者庁においてはこれらの各制度の一元的な解釈運用を行うことが可能となりました。さらに景品表示法など消費者庁が所管することとなった他の法律との連携にも取り組み、消費者がメリットを実感できる行政を進めることができるようになったところです。表示についてはとりわけ食品の表示については皆さん関心も非常に強く、それぞれの拡充、それから今日も出ておりますが食品の表示に関する法律を、作るべく消費者庁としては頑張ってまいります。福谷君。一元的に運用していくということで、ございますが、消費者庁が食品表示業務を担当することになりまして、表示の実効性を確保されることが期待をされているわけなんですが、実際には本当にじゃあ一元化して、すっきりと、運用が始まっているのかどうかというところであります。アレルギー物質を含む、食品の表示についてではここでお伺いをいたします。近年国内でBSE 感染牛の確認がされて以来、牛肉の偽装ですとか、賞味期限、消費期限の改ざんなど、食品、表示、この偽装事件が相次いでおります。これは非常に重要な問題ですが、これによる具体的な健康被害の報告というのは実際にはなされていないわけなんですね。でこの一方で、加工食品に含まれる、アレルギー食品の表示の義務違反は実際は重大な健康被害を招くことが報告をされております。食物アレルギーにはアナフィラキシーショックという、命に関わるような非常に重大な被害を及ぼします。
食物アレルギー患者にとってはアレルギー食品は表示は命に関わる問題であります。確かに賞味期限、消費期限、この偽装も重大な問題でありますが、実際、このアレルギーの問題の方が直接的に命と関わってくるものであります。私はこの問題につきまして一昨年なんですが、11月18日に委員会でこの加工食品に含まれるアレルギー食品表示の義務違反が重大な健康被害を招く、その対応が各地域の保健所によって違いがある、バラバラになっているということをお指摘をいたしました。具体的な事例を申し上げますと、製パン会社が制度を誤認して特定原材料の表示を怠っていた、あるいは通報を受けた保健所が厚労省に報告せず指導にとどまっていた、保健所の対応は厚労省が示す有償苦情への対応に、反してはいなかった。この事例は表示の実効性が担保されていないことを、表しているということを指摘いたしまして、制度の改善を訴えて、その10日後に厚生労働省からアレルギー表示制度の徹底についてと題する通知が出されまして、特定原材料の究明のための検査方法、結果処分、そして有償事例での説明義務が明確になったところであります。この通知が周知徹底されることで事故が減るということが期待されております。この通知以降の違反事例ですとか相談、苦情事例など消費者庁は把握をされていますでしょうか。はい、副総大臣。はい、極めて大事なことを質問していただいてありがとうございます。もちろんこれは把握をしております。食品衛生法に基づき地方自治体の保健所等において対応されていますが、被害拡大および類似事故発生の恐れがある場合には消費者安全法に基づき消費者庁へ通知されることになっています。でアレルギー表示にかかる法違反事例であって、その違反食品の出荷または販売先が不特定多数である場合は地方自治体において事案を公表するよう指導しています。で公表された内容については消費者庁においてもホームページに掲載し注意喚起を行っております。藤田君。このアレルギーの問題は、今アレルギー疾患は国民病と言われておりまして、3人の1人からあるいは2人に1人、近づいているとも言われております。特に食品アレルギー、アナフィラキシーショックというのは非常に大きな問題でありまして、そういうお子さんを抱えている親は、非常に毎日ハラハラしながら生活をしておりまして、目の届かないところでそういう食品を口にしないかどうかというのは非常に重大な問題なんですね。ですのでこれからもこのアレルギー食品の問題、ぜひ大臣ご関心を持って取り組んでいただきたいと思っております。今回この通達がきちんと周知徹底されているかどうかも調べようと思いまして、思いついたのがパイオネットでございます。しかし残念ながら現在は閲覧できませんでした。そこで消費者庁にこの事例を聞いたんですが、各地の消費者センターが把握しているだけで、消費者庁としては把握をしていないとのことでありました。だったらパイオネットで調べてほしいと伝えると使ったことがないとおっしゃってました。しかも項目別の検索もできないということでした。大臣の先の委員会で私の質問に対しまして、全国から集められてきたこのホットラインの情報を、パイオネットにも導入して、相談員の皆さんがそれを大いに活用して、機敏に対応できるように、ということもやっておりますとお答えになって、おりました。現時点でこのパイオネット閲覧活用できるのは相談員だけなのか、誰が閲覧できるのかお伺いいたします。はい、福島大臣。はい、ありがとうございます。パイオネットに寄せられた情報に関してなんですが、法執行や消費者行政の規格立案に活用するため、国の行政機関のうち10府省庁に独法人にパイオネットを配備し、国民生活センターおよび消費生活センター等に寄せられた苦情相談情報を直接閲覧できる体制を今作っております。ですから、これに関しては、
相談員の皆さんたちが今直接見るということがすみませんできてはいないのですが、まあ、一つはパイオネットが生情報なのでこの生情報を、消費生活相談データベースとして一部分かりやすく紹介をしたりしております。まあ、パイオネットの情報は100万件ありますが生情報なのでこの消費生活相談データベースなどはこれは分かりやすく紹介しておりますのでこれについてはまた検討していきたいと思っています。それからもう一つ自己情報データバンクというのを別に、まあ、始めておりましてこれは消費者庁のホームページでも見れますが、自己情報についてこれは分析した後のことなんですがそれについてのデータバンクもあります。古谷君、実際に、まあ、相談員は見られないということでありまして、じゃあ何のために作ったのかなと言わざるを得ません。確かに生情報がまずいのであれば一部個人情報に関わることなどを、まあ、削除した形で、これは情報共有化すべきじゃないかと思います。大きな財産ですので、それもスピーディーに使えるということ、まあ、こうした情報を共有できるような体制を作っていただきたいと思っております。それが消費者庁の大きな役割だと思いますのでこの推進をお願いしたいと思います。まあ、こうした相談苦情情報を多くの人が共有できるようにまあしなければいけないわけですけれども相談者の個人情報、まあ、こうしたものにも配慮しつつ消費者あるいは消費者団体にもできるだけ具体的な苦情情報を閲覧できるようにしていただきたいと思っております。パイオネットの閲覧ができないので、商品別、処方別の、まあ、相談件数等を抽出検索できる、消費生活相談データベースを国民生活センターのホームページで、まあ、公開していると聞きまして、まあ、早速見てみたんですが、残念ながらここはもう工事中でした。こうした情報が、まあ、消費者庁のホームページにあるのか国民生活センターなのかも非常に分かりにくい、と思います。そして、まあ、消費者庁のホームページは大変、分かりにくく知りたい情報がどこにあるのか一般人には全く分からないという作りになっております。消費者に身近な組織として、情報提供は重要であります。テーマトピックごとに情報を整理するなどこの分かりやすいホームページに改善をしていただきたいと思うんですがこのホームページに関しては大臣いかがでしょうか。はい、副総大臣。はい、はい、消費者庁のホームページが見づらいということなんですがホームページがとても大事なことは言うまでもありません。で消費者団体等からも改善の意見をいただいておりこれを踏まええこれまでも改善に努めてきましたがより見やすく分かりやすいものになるよう引き続き必要な見直しに取り組んでまいります。福谷君。先ほどのアレルギー表示の件なんですがこのアレルギー食品表示制度がスタートをして8年、この3月末に消費者庁でアレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブックを出されるなど、まあ、取り組みをされているというふうに思っております。このハンドブックを出したから、まあ、あとは事業者が取り組めばいい、ということではないと思います。この制度が、まあ、適当に運用されるよう表示義務の運用、まあ、具体的な対応についてしっかりと現場を把握し指導していただきたいと思いますが再度この点についてお伺いします。はい、副総大臣。はい、ありがとうございます。ハンドブックについても言及していただきまして本当にありがとうございます。ホームページにも掲載をしています。で今年の6月から例えばエビ、カニなども義務化をいたします。今後とも食品のアレルギー表示制度については消費者保護の観点から必要に応じて表示対象を追加するなど検討を行ってまいります。言うまでもなく子どもたちも大人もアレルギーの方も大変増えておりまして、まあ、命に関わる大事な問題ですのでしっかり取り組んでまいります。福谷君。はい、まあ、ここに義務付け7品目、まあ、エビカニ小麦などありますけれども、まあ、これ非常に重要なことですしまた推奨18品目というのもあります。これが、どのように通達をされ周知をされそして、守られているのか守られなかった場合は、一体それは原因が何なのか、まあ、こうしたこともしっかり取り組んでいただきたいと思います。時間ですので最後の質問になります。消費者基本計画には
食品表示に関する一元的な法律の制定などの検討、これは22年度から検討開始と書かれております。この検討は一体始まっているんでしょうか。国民にとって分かりやすい食品表示にするために、この一元的な法律の制定が急がれていると思います。具体的なスケジュール、いつまで結論を出されるのか、この点お伺いいたします。はい、副総大臣。はい、ありがとうございます。今やっているのが加工食品の原料原産地表示について義務付けの対象を着実に拡大する、トランス脂肪酸について情報改善に向けたガイドラインを本年夏をめどに策定する、特保健康食品の表示のあり方について本年夏をめどに論点を整理するなど、今精力的に実施時期を明らかにして課題に取り組んでいます。でおっしゃる通り、その先といいますか、食品表示に関する一元的な法律の制定など法体系のあり方を消費者基本計画で盛り込んでおりまして、平成23年度以降必要な措置を講ずるとしております。で食品が大事なこと、食品の表示が大事なこと、それに対して今精力的に取り組んでいることもあり、これについて、個別課題への対応の過程で何が足りないかを見極めながら一元的な法律の制定など法体系のあり方について検討してまいります。政務三役として食品の表示に関する一元的な法律をまずスタートさせようと今議論の最中でございます。古谷君、ありがとうございました。大臣ご関心のあるそのトランス脂肪酸ですとか特保食品だけではなくですね、もう少し幅広く、消費者問題全体にわたる、推進取り組み、よろしくお願いいたします。以上で質問あります。次に吉井秀勝君。委員長。吉井君。日本共産党の吉井秀勝です。すでに何人かの方からライターの安全規制についてお話ありましたので、最初はこの問題から伺いたいと思います。それで子どものライターによる火災事故、死亡事故などが相次いで起こってますが、まず初めにですね、政府参考人の方から伺っておきたいのは、ライターの安全規制について、このアメリカや EU 諸国ではですね、アメリカの場合ですと51ヶ月未満の子どもということでやってますが、簡単に着火できなくするチャイルドレジスタンスを義務付けていますが、いつから義務付けが行われて、その効果はどうなっているのかということについて伺います。経済産業省政党大臣官房商務流通審議官。お答え申し上げます。米国では1994年にライターに対するチャイルドレジスタンス規制が導入されております。また欧州では欧州委員会決定に基づきまして、2007年からライターに対するチャイルドレジスタンス規制が導入されたと承知しております。この米国のチャイルドレジスタンス規制の有効性につきましては、5歳未満の子どもが原因となった火災が 58% 減少したとの報告書がございます。これは調査機関の間にこのチャイルドレジスタンス規制のほかに個人住宅への火災報知器の設置の義務化とか、あるいは子どもを一人で家に置くことを禁じる規制などもございまして、そういったものと相まってということでございますけれども、いずれにいたしましてもチャイルドレジスタンス規制の効果があったというふうに私ども認識をしております。 EU は EU EU についての効果についての報告等は私ども承知しておりませんが、EU の規制はですね、米国と同じ規制でございますので、同じように効果があるものと認識しております。吉井君。ライターによるこの、特に炎が出るものというのはもともと危険ですから、子どもたちをその危険から守るというのは、これは大人と社会の責任だというふうに思います。で次に伺っておきたいのは、
パルマのガス器具による事故などあれだけ問題になっているわけですから、このライターの安全対策が長年取られてこなかったというのはやっぱり問題じゃないかというふうに思うんです。でアメリカと EU のほかにもオーストラリア、ニュージーランドなどもチャイルドレジスタンスを法制化しておりますし、ライターの国際的な品質基準である ISO9994 の法制化も EU 諸国はもとよりカナダ、フィリピン、ロシア、タイ、アルゼンチンなどすでに実施してきたわけですね。でしかし我が国では現状においては法的拘束力のある規制はまだないと。で業界団体の実施基準に任せると、協会の任意の SG マークというふうなやり方で任せてしまってですね、来たわけですが、しかし実は日本でもですね、日本国民生活センターが2003年2月に転換に至る操作を複雑化すれば子どもの事故を少なくできると安全基準の改善を望む要望を実情の要望を行ってますね。でこの要望を受けて2003年以降一体政府はどういう対応をしてきたのだろうかと、何に取り組んできたのかということを伺っておきたいと思います。はい、瀬戸新官。ライターを使用した子どもの火遊びにつきましては、率直のところ私どもはですね、これまで子どもにきちんと教育をする、注意をする、そういう対応が重要であるというふうに認識をしておりました。しかしながら昨年11月に発表されました東京都の報告書によりますと、子どものライター使用による火災が依然として多数発生しているということもありまして、当初といたしましては昨年12月に消費経済審議会に諮問し検討を進めまして、できる限り早急に製品面の安全対策を講じたいというふうに考えております。吉井君。私国民生活センターがですね2003年の2月にちゃんと意見言ってるわけですよね。でアメリカではもうさっきも話ありましたように1985年に出火した件数とその中での子どもの被害とかですね、ライターによるものとかきちんとそこに着目をして調査をしてですね、でそれでこのチャイルドレジスタンスというものを導入しているわけですね。ですから何も日本の国民生活センターが行った頃珍しい話じゃなくて、もう世界標準と言っていいような状態で始まっていたのに、何か昨年の年末からですね急に始まったということ自体があまりにも遅すぎるというふうに思うんです。で昨年11月に東京都商品等安全対策協議会が子どもに対するライターの安全対策の必要性を国に提案して以降、ようやくですね消費生活用製品安全法の特定製品に追加するかどうかの議論を始めたというのが実態ですから、アメリカに遅れること16年、本当に遅すぎるというふうに思うんです。それで消費生活用製品安全法の特定製品に指定されると、製造または輸入を行う事業者自ら製造する製品が技術基準に適用しないことを確認し販売する際に PSC マークを表示しなければならないということが義務付けられてくるというふうに思うんですが、この法的拘束力を持つ強い安全規制が講じられるということになることは間違いないと思うんですが、確認しておきます。はい、瀬戸審議官。ライターにつきまして、消費生活用製品安全法の特定製品に指定をいたしますと、指定しましてチャイルドレジスタンス機能を義務化するということによりまして、そうした機能のついたライター以外の販売ができなくなるわけでございます。現在そういう方向で、大至急検討しているところでございます。吉井君。欧米では26区で26区方式で小さい子どもがいたずら、仮に全くこの子どものことですからね、悪意なくいたずらで火災を起こすことにならないように
安全対策を取った装置になっているわけですね。日本では消費生活用製品安全法に基づく PSC 指定があまりにも遅すぎたというふうに思うわけです。で、肝心なのは規制対象となるライターの範囲をどうするかということだと思うんですが、いわゆる使い捨てライター、ガスの詰め替えができる充填式ライターのような携帯できるタイプや、それから調度品のような置き型タイプ、で中にはですね、鉄砲やアニメのキャラクターなど、子どもの興味を引きそうなノベルティタイプ、ユーティリティライターと呼ばれる点火棒などもあるわけですね。で燃料や燃焼方式、着火方式などさまざまな種類あるんですが、どんな方式や形状であれ、火をつける道具で子どもにとっては危険なものという点、これはまあ変わりないと思うわけです。ですから例外なくすべてを規制対象とするということが必要だと思うんですが、この点は経産省も考えた一緒だと思うんですが、確認しておきます。瀬戸新官。ご指摘にありましたように、ライターにつきましては、燃料再充填の可否、あるいはそのヤスリ式とか直押し式などの着火方式などによりまして、さまざまなタイプがございます。規制の導入にあたりましては、欧米で実施されております規制対象範囲なども参照しつつ、幅広く検討対象としてまいります。吉井君。大臣ね、要するにもうとっくの昔に分かっている話なんですよ。で、欧米諸国ではとっくの昔に、CR をね、きちんと導入して、規制をしているんですよ。ところが日本は業界の自主努力任せということでですね、放置してきたわけなんです。で、それを昨年の、年末から遅ればせながらにしても議論しているのはそれはいいことなんですけれども、それにしても5月までかかるというのはあまりにも遅すぎると思うんですよ。それでだいたい今2008年の流通数量を見てみますと、輸入が5億6445万個ですか。だいたい国民1人当たり5個ぐらいこのライターが、使い捨てライターがこの海外から入ってきてるんですね。で、国内生産はそれに比べれば少ない方なんですが、7744万個と。ですから合計6万4189万個ですから、国民1人当たり6個ぐらいこのガスライターが出回っているというのが実態です。ですから当然子どもたちのそばにあって全然おかしくないわけですね。で、そういう点ではこの安全装置というのはね、技術的に見ればそんな難しい話じゃないんですよ。で、事故が多発しているということを知りながらやっぱり放置してきた責任は重いと思いますから、製造メーカーや業界団体などからは規制強化すると単価が上がって、売れにくくなるとか、そういう懸念の声が上がっているということも聞いてますが、しかし消費者はですね、チャイルドレジスタンス機能は幼児の誤使用防止に有効であると。単価が高くなったとしても CR 機能付きライターを購入使用したいという積極的な指示もアンケートでも半数ぐらいあるわけですね。で、本当に必要なものは若干コストアップにしてもみんな必要なものは買うわけですよ。ですから大臣に伺っておきたいのは、やっぱり一番大事なことは何よりも子どもたちの命に関わる問題なんだと。で、子どもの安全を第一にする規制を直ちに行うということが必要だと思うんです。5月までというふうなそんなちんたらした話じゃなくてですね、海外に比べて遅れてるんですから直ちにやるというこの考えをお聞かせいただきたいと思います。副総大臣。ご質問ありがとうございます。火事の原因はいろいろありますが、ライターの火によって、子どもが死傷してしまうというのがとりわけこの問題の深刻なところだと思います。で、外国に比べてやはりそれは遅れているわけで、今日消費者安全情報総括官会議を消費者庁で開催をいたします。この間もいろんな協議はしてきましたけれども、関係省庁間の連携強化を図ります。今日はそれぞれの役所から報告も受けるでしょうし、消費者庁からも要望をいたします。経産省の審議会の動向もお聞きいたしますが、できるだけ早く、有効な対策が講じられるよう、そして、
新たに作ることについての規制もあると思うんですが、今存在する、6億個ですか、の、ライターを、どうしていくのかという点で、大人の人たち向けに、子どもたち向けに、きちっと啓発広報を大急ぎでしっかりやっていきたいというふうに考えています。吉井君。広報啓発ですと、すでに地方自治体でこういうチラシがね、保育所でも配られてるんです。それで、もともとね、この消費者庁設置法案を審議したときというのはですね、数多くの製品安全対策の欠如から、犠牲者、被害者をたくさん生んでしまったというね、生み出したという、この痛苦の教訓から、消費者行政の一元化と、こういうことで生まれてきたわけですね。製品安全には、事故の未然防止予防対策は欠かせないと思うんです。で、事業者側には、たとえ消費者がご使用したとしても被害が生じないように、製品の安全度を高める設計政策は必要だと思うんです。特にこんな簡単なもんでね、そんな複雑な設計上の問題なんてないんですよ。それからデザインや形状にしてもですね、子どもたちの好きなキャラクター、このノベルティタイプのライターのようなものはですね、これは使わないようにするということは簡単な話なんです。これはやはり消費者庁と経産省が連携してですね、直ちにこれやっていただきたいと思います。次に先だってインターネット契約取引の問題も少し触れましたが、実は今奈良県ではですね、1000と1300年祭として観光客を大々的に呼び込む紹介をしています。また昨今の古代史ブームでですね、愛好者の方たちが飛鳥村から纏向遺跡などへ行くという、旅行者も増えております。当然、子ども連れの客や歴史愛好家、研究者などさまざまな人が訪れるんですが、先日、知人がですね、JTB 系列の企業である、i.jtb、が運営するこのルルブトラベルというのでホテルのインターネット予約をしたんです。で、宿泊してびっくりしたのはラブホテルを紹介されていたということですよ。で、実際にはですね、ビジネスホテルを装いながらラブホテル営業と、ホテルの入り口には大きな看板があって、観光ビジネス、カップルに最適、ご休憩も利用できますと書いてあったというんですが、玄関から入ってロビーのような空間に入るとですね、その空間は人の視線を遮るようにいくつかのついたてで仕切られていて、仕切りの内側には利用したい部屋を選ぶ写真付きのタッチパネルが置いてあると。で、タッチパネルにはサービスタイムは3時間、フリータイムは午後8時までです。全室ジェットバス DVD ゲーム完備と書かれていてですね、いきなり普通のビジネスホテル、行ったつもりが、とんでもないところへ、来てしまったと。で、予約をしていたわけですからね、そんなタッチパネルなど使わないで、フロントへ行ってチェックイン手続きをその人はしてるんですが、フロントには宿泊者名簿が置いてないんですよ。記入を求められないんです。で、警察庁に伺っておきますが、今回実際に取り上げているホテルは、あらかじめどういうところからかはお伝えしてありますが、奈良県橿原市 のホテルアクアウェーブというところですが、警察庁はこのホテルは風俗営業法上の届け出をしているのかどうか確認していただいていると思いますが、伺います。警察庁、樋口生活安全局長。お尋ねのホテルアクアウェーブにつきましては、風営法上のラブホテル営業の届け出はございません、はい。ただラブホテルと同様の外観をただいまもご説明ございましたけれども、施設で、あるということで、いわゆる類似ラブホテルとして把握をいたしておるところでございます。吉井君。類似ラブホテルという言葉が、これはまあ以前から警察庁の方を使っているわけですが、このホテルアクアウェーブの周りにはですね、ラブホテルのような営業をやめようと、宿泊者名簿への記入が必要だと書かれた地元自治会の看板なんかも立っているところなんですよ。
で是正してきたのかどうかということが私は問われると思うんですが、ここで厚生労働省に伺っておきますが、通常のビジネスホテルや旅館であれば、ロビー、食堂、レストラン、フロントなどで構造上の基準をきちんと満たしているということはもとより、宿泊者名簿を作らなければならないと思うんです。しかし、ここでは実際に宿泊者名簿を備えないで、どの部屋へ入るかタッチパネルを押して入室することになっております。宿泊者の方に名簿を記入させないというのは、これは旅館業法違反と違いますか。厚生労働省上田健康局長、ご指摘のように旅館業法第6条では営業者は宿泊者名簿を備えなければならないとなっているところでございます。宿泊料を受けて人を宿泊させる営業であれば旅館業法が適用されるため、これに該当する営業者は宿泊者名簿を備えていなければ、旅館業違反となります。旅館業法上の指導監督は自治事務として都道府県知事等が行うこととなっておりますことから、旅館業における宿泊者名簿の備え付けについては都道府県等に対して引き続きしっかり周知をしていきたいと考えております。吉井君。要するに国の法律に違反しているわけなんです。それで国土交通省に次は伺っておきたいんですが、部屋に入ってこの知人の方がびっくりしたのはですね、部屋はラブホテルのような作りでジェットバス、ゲーム機付き、内装は異様にケバケバしいということもそうなんですが、一泊朝食付きで予約してるんですよ。で、朝になったらですね、この普通だったらホテル内の食堂で取るのが通常のやり方ですが、ここはドアにつけられている刑務所のような小窓のような扉が開けられてですね、そこから客と顔を合わせることなく持ってきてるんですね。で、その小窓は対面することなく支払いするためのドアの小さな扉ということが後で分かったわけですが、宿泊者は部屋から自由に出入りできないんです。で、部屋に入ってドアを閉めてしまうとオートロックがかかってしまってですね、支払いを済ませないと自由に部屋の外へ出られない構造で、ドアにはお帰りの際はフロント9番までお電話くださいと張り紙と。これ火事が起こった場合ですね、すぐに逃げ出すという外に飛び出すことはできない構造で、これは消防法上も問題があるわけですよ。で、旅館業法違反、消防法上も違法状態、風俗営業法の届けでもない、規制緩和で建築確認専門会社が確認を下ろすと、こういうのを国土交通省が認めているのは私はおかしいと思うんですが、この人はですね、JTB 関連の企業が営業する宿泊予約サイトで予約したら、要するにラブホテルに泊まらされたわけですよ。で、確かに柏原アスカとその周辺という地域を選ぶことがね、画面で出てくるわけなんです。で、このホテルが出てくるんですが、ビジネスでも観光でも OK、朝食付きと。で、これをクリックして予約したらですね、大体どこにもラブホテルなんて書いてないんですよ。で、そもそもこの違法営業を狙うというものはですね、私はこういうものは建築確認を下ろさないのが当たり前だと思うんですが、国交省の方には観光庁もあるわけですが、今遷都1300年、さっきも言ったようにですね、そして柏とか牧向というのは古代国家成立の歴史に関わるところですから、日本の歴史の愛好家やもちろん研究者たちも行くわけなんですが、一般観光客にホテルでなくラブホテルを紹介するような業者の横行というのは、これはやはり観光庁としても見過ごしにできないことではないかと思うんですが、今後どう対応するか、政府参考人に伺ってきます。国土交通省佐々木大臣官房審議官。観光庁水畑長官。旅行者の方が
誤りない情報で、正確な情報で、判断をいたしまして、旅をするということは大変重要なことであるというふうに考えておりまして、旅行者に対しまして旅行業者が施設の概要サービスの内容を、必要かつ十分な情報を分かりやすく提供することは、大変重要であるというふうに考えております。旅行者保護の観点から今回のケースはインターネットによります宿泊予約サイトで予約されておりますが、我々旅行業者に対しましては旅行業協会を通じましてガイドラインを策定して、このような、正確に旅行者が情報をきちんと享受できるようなことについて普段、指導しているところであります。まあ、観光庁といたしましては、旅行業法上の問題があれば、それぞれの関係省庁のそれぞれの指摘等を踏まえまして、旅行者の利益が不当に侵害されないよう適切に対応していきたいというふうに考えております。吉井君。まあ、一遍の通達でうまいこと行くんだったらですね、これこの前も言いましたように本当にお不動産のお参りみたいなもんでですね、やっぱりね、通達だけじゃなくて本当にきちんとこの JTB の系列の会社がですね、変なとこ紹介しないというふうにしないと、これ子連れの子供さん連れたね旅行者が行ってどうなると思いますか。で、私ね、合わせて国交省に伺っておきたいのは、これだけ違法とかいろんなことが重なっているところでもですね、まあ、警察庁がおっしゃったように類似ラブホテルだと、で風俗営業法に基づく申請しなくてもビジネスホテルだとかなんだとか適当なことを言ったらですね、簡単に建築確認専門会社が確認を下ろしてしまうと、やっぱりおかしいと思うんですね。でそれ地方自治体任せの話じゃなくて、やっぱり国交省としてもきちんと対応しなきゃいけないと思うんですが、伺います。国土交通省佐々木大臣官房審議官。お答えいたします。ただいま先生からいろいろご指摘いただいてますように、建築物が建築するにあたりましては、まあ、いろんな法規制があるわけでございますので、それをそれぞれクリアしなければならないということはもちろんでございます。で、今回の件につきましては、まあ、先ほどお話しありましたように特に基準法の関係で言いますと、まあ、火災があったときにその十分避難できるのかと、生命の安全が保てるのかということがございますので、まあ、そういう観点から、私どもといたしましては、まあ、ご指摘のですね、宿泊施設についてまずは関係省庁とも連携いたしながら、部屋の出入り口の構造でございますとか、あるいは施設の管理の状況でございますとか、火災時の対応方法、こういった実態をまずは把握させていただいた上で、対応について検討していきたいと考えております。委員長。吉井君。まずは確認していきたいと、検討していきたいというんですけども、雑居ビルの火災とかですね、建築基準法に基づいて確認を下ろしたはずのところでいっぱい問題が起こっているわけですよ。で仮に JTB 系列の会社のインターネット予約でですね、子どもさん連れて入っておられ、もうシーズンになりますと旅館ホテルといっぱいになったら分かりませんからね。でインターネット予約でとにかく行ったところから移れない場合ですね、でそれ火災になったら実はドアが開かないと、もう大変な問題だと思うんですよ。で最後に福島大臣に伺っておきますが、まあ、消費者が料金が安くて質のいいサービスを求めるというのはこれはまあ当然だと思うんです。しかし旅行会社のインターネット予約サイトにですね、ビジネスホテルとしてラブホテルが載っていて、あるいは旅館としてラブホテルが載っていて、インターネット予約でラブホテルに泊まらさせられるというのはこれ問題だと思うんです。で学校や文化財や公共施設の間近なところで普通だったら距離制限で風俗営業などできなくてもですね、偽装ビジネスホテルなどで届け出て建築確認を受けると。でこの点でかつて内閣委員会で質問したときに当時の泉さん元国家公安委員長はですね、法の隙間をつくようなことはあってはならないと答弁をされました。で現実には警察の方ももたもたしてラブホテル営業を見逃してしまっているんですが、ラブホテルと類似ラブホテルの数が3600ぐらい、大体同じぐらいあるんですよね、全国で。
で厚生労働省も地元の保健所とよく連絡を取って旅館業法違反につながるあるいはあの食堂面積や調理免許を持っている人が いるかどうかとかですね、宿泊者名簿があるのかどうかとか、もちろん当然地元もしっかりしなきゃいけないと思うんです。それから地元の消防署と連絡を取って避難階段など構造上問題ないかどうかというのをこの旅館業法に基づいてきちんとしているかどうかというのは、これは厚生労働省がやっぱりきちんとチェックしなきゃいけないと思うんです。で今全部この法律の隙間としてですね、どこも何も対応しないから問題がですね、学校や住宅地に発生して観光客も被害を受けると、でこういう状態になっております。まあ、ひどいのになりますと小学校の真ん前に立ってるってやつもありますから、旅館業法に基づくあの業務改善命令というのは事前に観光庁長官が消費者庁長官に協議することになってるんですね。これ18条3の2ですが、しかしインターネットによる宿泊トラブルに関する改善命令というのは実は実績がないんです。一般のホテルの規制、ホテルを規制対象にしないというのはこれはまあ当然なんです。一般 あのホテルや旅館はね。しかし風営法や旅館業法、旅行業法を適切に運用して違法行為を許さないというのは、これはあの関係行政機関を動かしてですね、観光地でこうした消費者被害が生まれないようにするという、これはやはりあの消費者庁担当大臣としてですね、私はきちんと取り組んでいくということがあの必要なことだと思うんですが、あの最後に大臣のお考えを伺っておきたいと思います。副大臣でもよろしいですか。大臣で。じゃあ福島大臣、はい、おっしゃる通り、消費者の権利という観点からはインターネット上違う情報をもらって、違う自分と全然思ってないところに、宿泊するというのはこれはあの消費者の権利、消費者の保護の観点からあの極めて問題だと思っております。そういう立場から消費者庁として取り組みます。でもしよろしければ副大臣からも一言答弁をさせてください。大島副大臣、あの役所が用意した答弁書だですと、議員ご指摘の事例についてその詳細を確認できているわけではありませんが、一般論として申し上げれば消費者が誤解することのないよう正確な情報が提供されることが重要であると考えてますと書いてあるんですけども、私もインターネットでホテルを予約することが多々あります。で都内のホテルを時々予約するときにはまあ、都内の各地域ごとになっていて、まあ、先生おっしゃる通り安い順とか高い順とかあるいは空き室の順によって選ぶことになっていて、まあ、私はだいたい安い順で検索をかけて安いところにこう泊まってみたことがありまして、まあ、先生のご指摘のあったラブホテルではないんですけども、かつてラブホテルだったというところに泊まったことがありまして、これはね、まあ、ちゃんとその宿泊の名簿もあったかとは思うんですけども、やはりそのインターネットによって そのホテルの予約についてはその一定 そのガイドラインが必要かもしれませんよね。まあ、個々 そのインターネット上でアクセスをするとその室内がどうなっているとか、まあ、細かくは規定されているんですけども、まあ、その点についても議員のご指摘というのは、このラブホテルの事例とそのラブホテルであったところを改装して、その一般のホテルとして、供しているケースにおいては、まあ、その内容についてしっかりとその泊まるときに事前に分かる仕組みが必要だと考えておりまして、まあ、その点については、観光庁の長官と、まあ、共感になっておりますので、しっかりと対応については取っていきたいなと考えております。以上です。吉井君、インターネット取引契約についてですね、前回は歯科の方ですね、歯科の歯科技工の方の補鉄物について取り上げましたけれども、ベリリウムですね。でインターネット取引契約というのは非常に危ないところは随分あります。でこういう問題についてはこれからもまた取り上げていきたいと思いますが、
とにかくこの観光地で子供連れの消費者が被害を受けることないようにきちんとやってもらいたいと、このことを重ねて申し上げて質問を終わります。これにて本日の質疑は終了しました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。